チャンネルのてっぺです。疲れた。今日日曜日なんですけど、ちょっと昨日間に合わんかったんで持ち越して残り終わらせてきました。のぞたびチャンネルでね、今イヤホンしてるんですけど、何聞いてるのって刺さってません。今日は昨日に引き続き、今日は山崎、ザキの紹介をしたいなと思ってます。昨日の動画ではテルをちょっと紹介したんですけど、今回はザキでいきます。前置きは一緒なんですけど、僕が転校した時のクラスメイトのつながりで今も仲良くしてもらってる一人ですね。で、めちゃくちゃ遊んだやつの中の一人で、今もお付き合いさせてもらってるんですけど、あいつもちょっと変わってて、めちゃくちゃ面白いんですよ。まず素直な単細胞ってイメージですね。ご飯行った時とか、一緒に食べる時ね、一発目うまって絶対言うんすよね。もう何来てもうまって言って食べるんすけど、ほんまに味測ってんのかなって思う時が多々あります。なんでね、あいつに料理作ってもらって、自分が料理作ってザキに食べてもらったら、ちょっとすごく料理うまなった気すると思います。あとはね、あやつも特技が柔術なんですね。いや、多い周り柔術多い、武闘派多いですね。で、仕事は、ちょっと主流はちゃうんですけど、工事関係の仕事してて、胸板が厚い筋肉マンですね。で、顔は結構あっさりしてそうな感じ。でね、眠なったらもう目パキパキになりますね。大丈夫かお前ぐらい、パキパキになります。あとはお寿司は卵が好きなイメージ。なんか甘だれで食べてるイメージですね。ちょっとつぶってるような食べ方しますね彼は。あと、よくこれから動画でメインで出てくると思うんですけど、サーファーです。あやつはね、実はサーファー、あいつは、もうちょっと疲れてるか、あんまなんか出てこないですね。締めましょうか。今日もこの動画を見てくれてるあなた、あなたの生活にどっぷりとノーズダイブしたい。で、ノーズダイブチャンネル、今後何の動画上げていくのって、今日も言わない今日も言わない